クラウドファンディングね、今年の1月頃からいろいろ考えて、生活とかいろんなこと考えて、まだやってないけど、いろんな知恵出ましたわ。世界のクラウドファンディングもあるし、日本でかけれるかもから。それとね、函館に行くっていうのが出ましたわ。だから、日々進歩。それで、クラウドファンディングでも1ヶ月と2ヶ月なんですよ。だから1ヶ月待ちで勝負かけると。ね。だから6月初め後かけたら7月の終わり後、7月に金入ると。7月初めか。だからそういう構想でいきます。ほんで函館にこれが出たっていうことで、ほんでなんかね、例えば家建てるとか言って目標があればいいんです。函館行くっていうのはわし、5つからね、ちょっと喋るけど、17まで育ったんです、函館。で、函館行って今することは、デリーの姉ちゃん、マンスリーマンション借りて、マンスリーマンションは古村ひかりちゃんから覚えた。2500円、皆さん。月様って7万5千。マンスリーマンション泊まりましょう。1000のマンション作ったのかな。だからわしの思うに、そうそう。今のところね、函館とドバイ行く。函館、金容器あるから、入るから、函館行ってデリヘルの姉ちゃん呼ぶのはもう分かっとるけども、10人か20人、札幌は行かないと思う。よっぽどいいのあったら行くけどね。それで、東京はもうデリヘルとか AV10 いる店とか全部把握しとるしね。今度ドバイ行く。それで友達パスポート持っとるから、50万返しておるよ。その友達、ヤクザのちょっと、知り合い、ヤクザじゃないですよ。ヤクザの知り合い多いから、その人連れて行って、ちょっと商売していこう。あ、カジノ系もあんな。だから忙しいでしょ。あれバカみたいなね。俺はしない。俺の性格は、ああいうものはしない。経営はするけど以上。